OK です。それではですね、決勝、MC 龍 VS 吉平、16小節2本。DJ ジョーカー、準備の方いいですか？大丈夫です。はい。それでは行きます。MC 龍 VS 吉平、決勝です、皆さん。最後盛り上がっていきましょう。それでは行きます。16小節2本。DJ ジョーカー、スピンナッシュ。いや、長丁場の中ありがとう。俺はこれを選んだ理由をただ一つ言わせてくれ。間違いなく捜査勝ち上がってきた二人。いや、まるでこの曲を歌ってる二人みたいだろ。いや、まるで対局だが S と N。 いや、ぶつかり合うこともなくまた互いに寄り添い合う。だがバチバチ、それゆえに温かい。もうまるで酒の酔いが回ってきたらしい。時間と同じだって捜査夜になり、真っ黒い太陽と同じ。俺たちは何か身を焦がし、いや、だけど悪酔いって言うのは素直の証。それを吐きどころとし、また捜査俺たちは進ませる足。どこまでも行けそうな気がする。いえ、どこまでも行けそうな気がすると捜査思わせながら行く。いえ、だけど初めまして、やっと戦えた。もう一人いるんだよ、違う片割れが。よ、肩バレからのピースが届いた。左回りの時計、よ、日だまりのありかはまだないぜ。よ、お前は叫び足りないのか、叫び足りたいのか。よ、俺はただ酔ってるのか。いや、ただ酔ってるのさ、この空間。黒い太陽が俺を照らしてる。クラブにはよ、レインボーカラーのミラーボール、レインボーツリー。あのステージに立つまでは何回も言い聞かせ。 MC リュウ、お前は肛門のリュウ、俺は全門のトラ、関西人、阪神タイガース。白黒はっきりストライプでつけようか。ものすごく遠いもの、クロノストーリーから。よ、俺も当たりたかったぜ。よ、 MRJ オールスター、あの場所でお前の言葉を聞いてヤバいじゃんって思った。だから俺も負けられねえ、黒い太陽に。いや、ありがとう、吠えてくれ、まるで方向。いや、確かにライオンみたいな、いや、トラって言ってたな。まるでそれでも表面だけじゃ、そうさ、屏風のトラか。勝負の怖さを教えてやるよ。いや、叫び足りないんだよ、俺だって。竜、天にも昇るような感じ。まるでことと同じ言葉を吐きながら、俺は別に死んだやつじゃねえ。いや、生きたままのやつの生き生きとした言葉の1ミリもブレてない言葉を俺は言いて、そう感じ取って、こういういい場所に来た。いや、だからこそまだ伝えたいものがある。いや、俺は食わず嫌いだとしても、つなぐ未来があるから貫きたいんだよ。文学以外そこまで到達できるか、そういう話だ。言葉じゃねえ、文字だけじゃねえ、心の奥底まで伝えられないものを文字にしてノートに残す。綴った1ページが俺というリリック、生きた証拠だ。よ、生きた証拠ならば俺たちの生きた証拠を感じるために現場に来なさい。よ、俺もインディーズローカル代表だけど、天まで測れるメジャーをください。よ、上り流まるで上昇、気分上々上がってく、威風堂々。自分のことだけを歌いたいわけじゃねえ、これは対戦相手。よ、内面だけさらけ出していくぜ。よ、本音と建前。よ、本でも読んで知識を蓄える、知識は力、わかってる。見ず知らずの他人に水をかけられる、水かけ論。よ、あいつのことを見捨てたってよ。よ、だけど俺は仲間のことを見捨てずに歩く。サイファーで縁の輪ができるミステリーサークル。よ、だから俺は掴んだわずかな希望へ、空から見上げるナスカの地上。はい、終了。ナイスバトル。いや、泣けますね、本当。ナイスバトルです。それではね、泣いても笑ってもまず1本目です。判定の方行きたいと思います。先行はい MC 龍、後攻いいえ吉平。先行はい MC 龍、後攻いいえ吉平で判定お願いします。先行はい、後攻いいえです。さあ、この後ね、アカペラ勝負もありますんでね、よろしくお願いします。決勝は皆さんにね、バンバン堪能してもらいたいなと思いまして。報われて奴を見ると殺したくなった。目が出ない脇をアングラーのせいにしてきた。嘘だってついた、俺は人も裏切った。まずは吉平くんが一本になります。それでは、バイシーンいきます。レディージャッジ。何よりも腹が煮えくり返した。日めくりカレンダーめくらずに1年前、己に泣かいてお前って惨めだね。教えてくれよ、あの頃の高校、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 高校。まずは1本目は吉平くんに入りました。ありがとうございます。はい、それではですね、これ決勝はこの1本だけじゃないってよ。この後2本目アカペラ勝負があります。で、1本目と取られてしまった MC リュウ君が先行高校選びますけど、どっちにします？1分、1ラウンドですね。じゃあ高校で。高校で、わかりました。それでは、ロロロロ、お手の方を押さえてください。
で、もしかしたら、ガチンコ MC バトルルールがあるかもしれないので、インストの方だけね、準備お願いします。はい。それでは行きます。1分間僕数えますんで、それでは、先行吉平、後攻 MC ルール。アカペラ1分1本勝負ですね。それでは行きます。まずは先行吉平から、1分、アカペラ、レディー。ファイト。いや、俺がただいまって言うからお帰りで返せ。あの何年前の話だぜ。ツイキャスお前らが全盛期って呼ぶことに。いや、俺も全盛期。おいや、違う。今が全盛期だぜ。間違いなく進化を遂げていく。自分の進化は自分の芯から出てきた言葉だぜ。このシーンに文句があるんだらだ。熱源。間違いなくこの熱さを伝えていくぜ。1000円、2000円で痙攣の洗礼だったら1万3000円でブルブルだぜ。いや、ガクガクで震える。これは武者震いさ。めちゃくちゃ古い話もしたくなるんだよ、これは。竜と吉平、間違いねえな。実は同い年なんぜ。初めて。よ、だけど会場は同じだったあの現場で今じゃツイキャスでこう当たるってありえないね。よ、だけどこれはまあ久しぶりなんて言わねえ。だって初めまして挨拶を交わして、よ、挨拶交わし改札をまたぎ I just wanna be you。 そしてチルチルチル、よ、桜は散ってる、分かってる、懐かしんでる暇はない、秋は来ない、浮遊した地に足つける。よ、俺のネタ帳なんていらねえ、ちり紙は埋める、これは即興空白埋めるやり口、黒と白モノクロオセロ。よ、押せよ押せよって押すだからって言うな。終了です。はい。ナイスラップ。それでは行きます。MC リュー君準備はいいですかね。OK です。それでは行きます。はい。それでは行きます。赤ベラ1分1ラウンド、レディー、ファイト。いやー、ありがとう。熱源を感じ。だったら俺は夜行性らしい。まるで地元、パイセン、いろんなサンプリン、各地点々、また繋ぐメッセージ。いや、確かに俺もそう。いや、下手こいているかも今も。でも何度も振り出しても無理やり突き刺した言葉で進み出し。やっぱりそうだよな。俺も震えてた。最初は操作エントリーして、かませるか不安の中、玄関の時はいつも開ける時は一人だった。その中でやっぱ紐を結んだ。そしたらきっと身を結ぶんだ。いや、そう思いながら俺も続けた。いえ、だからこそいろんなネガティブとかある。まるで震えて眠れ。いえ、だけどもそうラッパーならば、いえ、鉛筆を持って綴って削れ。そして俺は運命と決別、はあ、それが大事。いえ、別に操作決められたものとかじゃなく、俺は無数の可能性手繰り寄せ、一本の道がそれが答えだと思ってるぜ。間違いだらけでも最高の遠回りをしてきたぜ。その分22、23、同い年だけどやっぱり言葉の価値観が違うようだ。間違いない。重さがあるか厚さがあるか、ストレートしかできねえんだ。終了。ナイスバトル。それでは判定の方行きたいと思います。先行はい吉平、後攻いいえ MC 流。先行はい吉平、後攻いいえ MC 流で判定お願いします。先行はい、後攻いいえですね。お願いします。いや、ナイスバトル。疲れた。まずは吉平君が1本です。それでは判定でいきたいと思います。レディージャッジ。さあ、まずは先行後攻。先行。おお。先行。はい、4対1で。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、ゆっくりですね。ありがとうございました。いやー、現場より先にこっちで当たると思わなかったです。いや、間違いないです。はい。次は現場で。そうですね。お願いします。いやー、いや、最高の熱いバトルでした。それでは DJ ハブリなんか音ください。お願いします。イェイイェイイェイ。なんか適当な音。まだインストじゃなくてね。まず審査コメントから来ますんで。いや、優勝吉平くん、おめでとうございます。本当に。ありがとうございます。さあ、疲れた。いやいやいや、宣言通りですね。いや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 。それではですね、早速審査コメントから聞いていきたいと思うので、今上がってるのは、リュウ君上がってるかな。はい。じゃあ、ありがとうございました。OK です。リュウ君ありがとうございました。いや、また呼んでください。また声かけますんで、よろしくお願いします。
はい。戦えて嬉しかった。そんなで97。本当こちらこそ。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、リュウ君最高でした、本当に。もうね、皆さんちょっとリュウ君に大きな拍手してください、まず。こんな素晴らしいバトルが見れたら、リュウ君あっての、バトルでもあるんで、皆さん。リュウ君にも本当拍手してください。お願いします、本当。いやいやいや。その上で、じゃあ審査員の皆さん全員上がってきてもらっていいですかね。いやいや。お疲れ様です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 。さあ、あとは、ネイティブ君ですね。それでは、じゃあ上がってきた順に、まず、アリックの審査をお願いします。はい。はい、どうもどうも。これ本当に8小節4本でやったとき、16小節2本かな ?16 小節2本でやったときに、実は僕の中でもものすごい審査で、その、吉平さんの決定的だったのが、1小節目と2小節、16小節の先行と後攻で、実は左回りの時計で対照的にやってんのが、ガドロともワニュードさんを、ガドロさんとワニュードさんはなんか彷彿とさせるような感じのバースだったんですけど、その MC 龍さんにが屏風の虎、勝負の怖さ、生きた言葉が1ミリもぶれちゃいないとか、結構ものすごい韻を踏みながら熱いことを言ってたんで最高だったんですけど、それに対して吉平さんはインディーズで俺なんだっけ天まで測れるメジャーをくださいとか、ものすごいリリシストながらもう 熱い言葉で韻踏んでるんですよ。で、実は水かけ論、明日を見捨てたってナスカの地上絵で実は踏んでて、ここがものすごいもう決め手でしたね。で、アカペラでは、ただいまだからお帰りで返せとか、結構経連3000だぜとか、実は同い年でツイキャスで当たりなんてありえないぜとか、あと桜は散るとか、ネタ帳忘れた散り紙は埋めるって吉田さんが言ったのに対して。で、MC 龍さんはそのことを言いながら実は、熱源を感じ、夜行性を感じ、実は夜行性ポステっていう、その内科 MC さんたちがやってたクルーのことを言ってて、実は俺も震えてた、玄関開けるときは一人だったとか、で、震えて眠れ、もうこれはゾーンダークネスなんですね。あと、綴って削って、あと、運命と決別とか、結構、このバースは、リュウさんもものすごい、その、リリシストな部分もありながら、僕正直これ審査じゃなくなっちゃうんですけど、吉平さんと MC 龍さん二人昔から僕ツイキャスの先輩なんで、もう僕なんか審査していいのかなと思うようなバトルを見させていただきました。はい、ありがとうございます。じゃあ、アリク一回落ちてもらって、次、マキ君、お願いします。最初のビートがかかった時には、そうですね、アリクに結構言われてしまったんで、水知らずの人に水かけ論とか、サイファーという名のミステリーサークルとか、まあ、ここで、吉平さんがちょっとリリシズムを感じることを言ってて、で、吉平さんは一貫してこの全体のことを言ってるんだなってな、ロキさんが、そのなんか喧嘩トスのことを言ったのをうまくこう、なんかこう全体それでもみたいなことを持ち上げたような僕は気がしたんですね。で、アカペラの方ですね、昔の賞金は1000円2000円だったけど、今じゃ1万3000円だと。で、そこはもう分厚い、驚きだぜみたいな、今のシーンは熱いぜって。で、それで言ってたところが、まあなんか、それで昔やってた仲間が今こうしてこんなところで戦えるっていうところで、リュウさんに関してはレントランスのところで、まあドアで一人、こう、あれしてたっていうところが、まあすごい、まあ確か、最初はそういうところだったんだけど、もう仲間ができて今じゃ活躍してるっていうようなところで、まあ、思い出がすごい良かったなって。で、まあそうですね、文字数とか、そういったところとか、あとはその全体を通してやっぱりこうかっこよさが多かったのが、まあ若干吉田さんの上だったなっていう印象ですね。はい。はい、ありがとうございます。マック君最高のね、審査コメントです。ありがとうございました。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、それですね、すいません、マック。はい、ありがとうございました。それでは、風和君。はい。マックさんと同じで、ちょっとアリクが手当たり次第全部言っちゃったから、まあ、結構言いづらいんですけど、そうですね。まあ、最初のアカペラの前ですかね。アカペラの前の戦いは、まあ、お互い多分結構、ある程度の文字数も踏めて当たり前ぐらいのレベルなんですけど、まあ、細かく踏み合って、サンプリング入れて、やって、結構、リュウ君がやっぱり、まあ、韻をタイトに踏んで、ケツでしっかりある程度踏み続けるのやって、まあ、個人的に最初に言ってた、そのナスカの地上絵って最後の最後で言葉遊びしつつ、
しっかり高校のラストに落とすところは、まあ、もう、シンプルに強いし、うまいなと。そのまま、魅力も自分の出してよ、下谷くんが。で、まあ、アカペラに関しては、まあ、個人的にですけど、まあ、審査、まあ、耳で覚えてる範囲ですけど、まあ、余計なことを考えず、書かず、もう、シンプルに耳で聞いて、頭に残ってよかったなって思った方が、ちょっとわずかに、吉田くんでしたね。以上です。はい、ありがとうございました。はい、風学も本当ね、長い間、本当長い時間、本当ありがとうございました、本当。ね、またぜひよろしくお願いします。はい、風学、ありがとうございました。じゃあ最後はね、企画者である、ネイティブ君から一言、お願いします。はい、まずは、皆さん大会参加ありがとうございましたと、お礼をさせてください。ですね、最後に自分がこんなに殺しちゃってくださいっていう中で、こんな皆さんに、リュウさん、リュウ君、吉田です。吉田さん、共に感動を与えるようなバトルをしていただきありがとうございます。はい。自分の中で真っ黒太陽、というのが結構PMX さん昔から聞いてて結構思い入れがある曲で、なんとなく自分の中でなんですけど、それで中のリーク、まあ絶対サンプリング入れるんだろうなと、なんとなく考えてたんですけど、その中でリュウさんが、片割れ、そして左前だけと吉田さんがいて、ああ、こういう風に最後に締めて、最初にも埋めてっていうのは、ちょっと自分の中で感動しました。で、16小節2本の中で、8小節4本だとやっぱり落としどころじゃないですけど、そんな風に考えるところは結構、バトル出てる方は結構あると思います。で、その中で16小節2本って意外に、続けるか、8小節で1回、パンチラインじゃないですけど、そういうの入れていいのかなとかも、そういうのあると思うんですけど、そういうのもなく、本当に、スムーズに聞けて、実際正直延長という言葉を使いたかったんですけど、まあ、高校の最後にナスカン地上でうまく決めれたなと思って、そこは、最初のとこは、入れさせていただきました。で、2本目なんですけど、自分の中でアカペラのとこで、どうしても、ちり紙っていう言葉がすっごいワードに入ったんですね。ちょっとした言葉なんですけど、確かにリュウさんの、喧嘩上げるときは一人だった。それもすっごい積むんですけど、ちり紙ってどんなことに使うかっていうので、ちょっと自分の中で、思い描いちゃうとこがあって、その一言のワードセンス、みんなが普段使ってるようなとこで、感じられることを、こういう時に使っていくっていうのは、やっぱり、かっこよさを感じて、それで、ちょっと今回は吉田さんに入れさせていただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ねえ、ネイティブ君、本当にありがとうございました。それではですね、まず、もう一つだけ、ちょっと待って、まず、それでは、今回ね、ジョーカー君のビートで結構やったんで、それ優勝フリースタイルをちょっとやってもらいたいんですけど、ハブリ君、じゃあちょっとビート流してもらっていいですか？いいっすよ、もう決まってます。はい、ラストはちょっとハブリ君に、じゃあ締めてもらって。じゃあ、ビート流すんで16でもしよかったらフリースタイル吉田君優勝フリースタイルお願いします。最初アカペラ言っていいですか？あ、オッケーです、オッケーです。あ、オッケーです、ロロロロ、オッケーです、いいですか？よ、嘘と真実、真実と嘘、よ、よ、信じてる嘘、よ、信じてる疑問、成功と失敗。よ、失敗と成功。よ、思い出す言葉はしっかりとせよだぜ。よ、行こうよ、ハブリ君。Yeah. よ、まあ、最後に聞いてってよ。よ、えい。よ、サイド B。よ、from Lakeside City。よ、97世代間違いないぜ。よ、よ、あの頃から何年経ったなんて考える暇もなくなった。よ、今自分がやりたい言葉何か音楽だけだった。よ、あの子と別れた 2GK に残されたものは一つだけ、自分自身好みの体だから、この地から来たんだ。よ、異なる力、よ、おつな生き方、言葉の力でこの場所に来た。よ、ずっと続けていきたいね。よ、ツイキャスだけじゃなく現場も、よ、もう少しだけ自粛しようよ。ありがとう。はーい、
吉平君、ありがとうございました。山、ありがとうございました。それではですね、吉平君には、優勝賞金として、1万3000円の贈呈がありますので、よろしくお願いします。またちょっと後で、吉平さん、おめでとうございます。連絡しますんで、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。